ちょっと待って、ルールに人のケツを触るとダメって書いてあるっけ。特にないね。銭湯働こうかなと。まあさすがに怖くないよね。1週間前。今日もお疲れ様。今日はサウナの掃除だね。あ、大家さん、タオルの回収お願いね。あ、わかりました。いらっしゃいませ。ちゃんと銭湯の看板娘になってるよ。ミコン、マナーをお守りいただけない方はご利用をお断りします。泥酔のお客様は入れません。お子様の混浴は6歳までです。浴室に入るときは水着の着用はご遠慮ください。サウナで寝ないでください。死ぬからね。銭湯内は撮影禁止です。まあ、今は特別な許可をもらって撮影している。うん、怖いんですが、ここがね、銭湯電気をつけてもいいと思うんだけどね。さすがにここか。むわっとしてる。ちょっとね、うわっ、びっくりした。うん、音が怖い。ここまで展開が早いチラズアート見たことあるか。ミコはない。展開が お風呂場。いや、音で行け。これがスマホか。うわ、ガラケーだ。もしもし、 お久しぶりです。もしかしてミコが2週目って知ってるの。卒園以来ですね。皆さん元気ですか。何の話。はい。そうなんですね。なるほど。半身浴にも程があるんだけど。同窓会か何かに呼ばれる感じか。ミコチって卒園してたの。ふざけんな。卒園してましたけど。私のことを知ってる人から施設を伝え、施設自体に連絡があったらしい。銭湯を経営してる人で、その銭湯で働かないかって、アパートも所有しているみたいで。そこに住んでいいみたい。202号室が私の部屋らしい。なんか人がいる。めちゃくちゃ拝んでる。ここだ。この目の前なんだよね。すごい。どんだけ放置されてんねん、この車。マジでいろいろ変わっちゃってる。マルヒサトール。痩せ型短髪。似ていると思ったすぐに、極不動産まで。恐ろしい場所よ。はい。あれ？開いてるって聞いたんだけどな。開いてないけど、どうすればいい。ああ、びっくりした。待ってミコ、今すごいさ、怖いなって思ってるのに、チラズアートのグラフィックの向上に驚いてる。一番正直、何見てんだよおじさん。マイナさんだね。よく来たね。マイナさんの部屋はこのアパートの202号室ね。なんで入ってたのかな。ちょっとボロいけど中は結構いいから。マイナさんは今24だっけ。ああ、18、43、24です。あと3日で24です。あ、これ大事ね。あと3日で24になります。あと少しだね。はい、祝ってもらえると。おめでとう。うん、若い子が来てくれて助かるよ。やめてくださいね、そういう目で見るの。それじゃあこれが部屋の鍵ね。びっくりした。準備ができたら早速銭湯に来てくれ。脱いだのかと思った今。じゃあ部屋に入ってみよう。中は結構いいとか言われましたけど、そんなことなくないか。ん？綺麗って言ってたのにめちゃくちゃ汚いよね、やっぱ。畳が傷ついてる。なんでだろう？なんか移動させた、あ、なんで移動させてるんだろう？あ、動かせる。ぐぬぬぬぬぬぬ。え、女の子の力じゃ、え、戻っちゃった。あ、なにこれ、ゴミ出ししなきゃいけないってわけ？普通にゴミが置いてある。新居のはずなのに。おかしい。
あ、こんにちは。下の者です。下に引っ越してきた者ですけど、こういう人に気をつけないといけないかな。女で一人で暮らしてるってことは内緒にしとこうぜ。猿みたいな声聞こえないね。それか女の喘ぎ声か、どちらかなんですけど、銭湯に行ってみればいいか。ああ、来たね。ここが今日から働いてもらう銭湯だよ。なんかすごい銭湯ならぬ音楽流れてんだけど、銭湯の仕事そんな大変じゃなさそうな気がしなくも。少しぬるいね。すごいぬるい表示が出てる。ボイラー室で温度を上げようか。こうやってやってるんだ。すごい銭湯。うわあ、ちょちょ、このぐらいでいいですか。できたね。はい、分かってると思うけど、銭湯には規則があるんだよね。あ、はいはいはい、そうですよね。規則を守れていないお客さんは必ず帰ってもらうようにしてる。そういうのちゃんとやんなきゃいけないのか。怒れるかな、猫。規則は番台の後ろに貼ってあるから、後で確認しといて。ああ、みんなと見たやつ。マイナさんは常識ありそうだから大丈夫だよね。当たり前じゃないですか、ミコ。常識人ですよ、任せてください。やっぱりここにいると気分が悪い。え、ああ、いや、俺は用事があるから、あとは任せたよ。ちょっと、まあね、ミコ、コンビニバイトの経験もありますから。いらっしゃいませー。お客様 いらっしゃったね。うわ、こちらね、よろしいでしょうか。俺が忘れたってんだ。あ、なるほど、よろしくお願いします。な、え、ちょっと待って、ミコ、これナンパされてる。かわいい子よろしくな。ちょっとやばいよ、いやらしいまで見てきてるんですけど。ちょっとこいつ違反したらすぐ帰らそう。なんかここおかしいと思わないか。え、かわいい子落ち着かないだろ。ちょっとかわいい子って呼ぶのやめてもらっていいですか。ちょっと変な感じは確かに。あ、いらっしゃいませ。ちょっとこいつ危ないな。こいつ大丈夫かな。入れ墨入ってないかな。泥酔してないか。人は見た目で判断しちゃいけないね。いらっしゃいませ。カミソリ、シャンプー、タオル、ウエットティッシュ、何も持ってきてねえじゃん。こちらね、よろしいですか。お前最近ここのバイト始めた。その態度って良くないじゃないですか。やっぱ働いてる人にお前っていうのちょっと良くないと思うんですけど。今日からです。なんか言う。今日からっつってんだろ、その親ね。せーの、のかおめえ、おいいのか、おい、これ配信してんだからな。お前顔覚えてっかな、これな、ネットに全国に放送されちゃってっかな、これな。やっぱ女はダメだな。男を番台に立たせるよな。はぁ、あ、お前どけんじゃねえよ、おいこいつ。絶対追い出してやな。早く脱げよ、おい脱げ。どうせあるんじゃないの。悲鳴聞こえなかった？入ってなかった、すいません。人は見かけによらない。もうキャーって聞こえたけど、フーダさんちゃんとやってるか見てみよう。うわぁ、そういう感じ。え、今こいつにお尻触られたんだけど、そういう感じ。そっち派の人。こういうやつがいると銭湯の質が下がる。ちゃんと見回って変なやつは銭湯から追い出すべきだ。でも、ちょっと待って、ルールに人のケツを触るとダメって書いてあるっけ。特にないね。ない、大丈夫。誤解なんじゃないですかね。OK だよね。これ返さなきゃいけないパティなの。クリックしても何もないけど、ケツも触ってみても何もない。書いてもらう。え、入ってもらうしかないじゃん。ちょっとぐらいいいじゃんか。あいつまんざらでもなかったぜ。いい男見つけたと思ったのによ。まあ確かにこれはちょっと良くない。なんだあいつは。今日はオラもう帰る。すいません。あ、いらっしゃいませ。こちらでございますね。はい、どうぞ。あ、いらっしゃいます。お双子、新しいバイトの子。いや、はい、今日からよろしくお願いします。
私らよくここに来るんよ。ほら、ミオ様何か言ってあげなさいな。わしゃすかん。え、どうしてですか？ミコ何かしちゃいましたかね？ごめんなさいね。この人悪い人ではないんよ。ところであなた、なんだか見たことある顔に似とるわ。誰だったかいな。え、芸能人とかですか？橋本環奈ちゃんとかかな。いや、そうじゃなくて、そういや前ここに働いとった子にそっくりや。ミオさんもそう思わない？前の従業員似とるか？急におらんなった子やろ。全く似てないと思うが。それにしてもこの子どうもあっしゃすかん。もう何言っとん。どんな読みに行くか。撮影をしちゃいけないんだけど、熟女好きか？みんなサービスシーン始まってる。すいません、ただいま。すいません、お待たせしました。んこちらで、俺レイって言うんだけど。君どこ住み？やばい、みんな出会い中だ。ミコのあまりの可愛さに出会い中来てるわ。ちょっと舐められたもんだね。こっちとアイドルやってるんですけれども、塩まいとくか。おい、マジでこのシャンプー投げっぞ。あ、寒くなっちゃってな。ちょっと男のボイナーしちゃった。あれ？あれ？男へ消えてる。え？お前のために頑張ってミコ追い出してきてんだけど。少々お待ちくださいませ。ん、いらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。やっほー。あ、やっほー。ねえ待って、え、あんなイケメンもこんな疲れたら銭湯に来るの？誰のことですか？見ればわかるし、あのイケメンオーラやばいじゃん。ねえ、男の人も女湯って入ってるの？え、イケメンそういうのもありってこと？ただしイケメンに限るってやつ？いろいろやばいね。ちょ待って。え、男も入ってる？え、さっきから一体何が起こってるんだ？起きたね、ちょっと。すいません、なんでもないですよ。うわ、浮き輪、ちょっとここ、あなたダメよ。水着だからってね、ここプールじゃないんだから。ダメよ、ここ。銭湯なんだから、ショックなんですけど。ダメよ、買いなさい。若いからって、良くないよ、許されないんだからね。はい。一体何が？ふーん。若いわね。あんたが親分の言ってた。え？親分？なんとなくあんたを雇った理由がわかるわ。え？熱くない？女湯。女湯死ぬほど熱くない？あ、すいません。あ、見た目に、すごい、すいません、入れ墨。うちダメなんです。ごめんなさい。ん？はぁ？あ、すいませんけど、やばいわ、ヤーさんです、これ。親分がこの銭湯は入れ墨入って大丈夫って言ってたの。親分誰？ミコ、そんなの入れちゃったの？てめえ調子乗んなよ。帰ってくださいよ。あ、すいません、お待たせいたしました。はい、お子さんは7歳未満ですか？うん、何のこと？7歳未満の子供は女湯に入れるってそこに書いてあるわよ。銭湯で働くなら銭湯のルールはちゃんと把握しておきなさい。すいません。僕大丈夫？子供でも言う。あっ！した。あれ、お子さんは？あれ？こんなに大変だと思わなかった。簡単でしょとか思ったのに。全然そんなことなかったよ、みんな。恐ろしいよ、この世は。あっ！まだ帰ってなかったのかよ、お前。びっくりした。このお風呂の家には幽霊がいるから気をつけてね。なんでわかるんだよ、お前に。え？お母さん帰っちゃったよ。僕にはお母さんなんていないよ。え？シュッ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 。気持ちいいわ、ちょっと正直気持ちいいわ。そちらにどなたかいますか？私は
ここの従業員で。え？あの、こちらの桶が足りないので。え？向こう以外にもバイト行ったの？私の方に投げてもらえませんか？わかりました。あ、こうか。ありがとうございました。あ、はい。え、本当にいた？これ会話しちゃいけないやつじゃったんや。いないから雇われたはずだが。え、ちょっと待って、怖いんだけど。今日の掃除はね、シャワー見よう。なんか、あ、怖え！自分が怖えわ。ゴシ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 、頭ゴシゴシ。誰誰誰誰誰誰誰！今、男の裸の人いたよね。早く出なきゃ。え、猫？なんでこんな真っ暗なんで。あ、猿か？どんだけ田舎なんだ。くんら。え、なんか赤いんですけど。やばい。え、なんか人いっぱいいるんだけど。大丈夫ですか？猿かなこれ。なに？なんかすごいモザイクになってる。大丈夫かミコ。昨日は何だったんだろう。一生寝てたいよ。しょうがねえ、行くしかねえか。パンツ、結構ティーバックなパンツある。下着がありますわ。グヘヘじゃないよみんな。おはようございます。今日もよろしくお願いします。昨日は大変だったね。そうなんですよ、なんか猿いっぱいいたし。あいつ、レイだっけ？飲みすぎてたみたいなんだ。でも、だからってあんなに猿がたかったり髪の毛が出てきたりはしないと思うけど。若いやつに多いんだよ。猿がいっぱいいたんですけど。ああ、猿。はい。田舎だからね。本当に？田舎だからあんな風に集まるもんなの？猿なんてそこら中にいるよ。そうなの？なんか怪しいね。この辺ではよくあることだから気にしないで。そうそう、今日は常連の圭一さんが来る日だ。この日を楽しみにしてたんだよ。あ、結構仲いい感じなんだ。スーツを着たいかつい感じの男性だけど、うん、必ずお通しするようにね。お待たせいたしました。ありがとうございます。あんな、はい。自分仕事遅すぎるって。若いからって仕事ができるんとちゃうんやな。腹立つなぁ。なんか客の質が悪くない？みんな。くそー、バールが欲しいぜ。ほんとだよ、バールが欲しいぜ。まあ大丈夫そうかな。温度も適度に見てね。あ、うわ、やべえよ、脱獄犯来たよこれ。あ、嘘です。いらっしゃいませー。ジェラドピケか何かかな、この服な。ジェラピケおじさん来たよ。こうなんだよね、このこういう服。ミコも持ってる。ジェラピケアヌアルだから。どうした？大丈夫そうですか？どうした？死にかけじゃないなんか。ん？え？写真撮ってる。すいません。あの、写真撮影ダメなんですよ、ここ。あの、普通にルール的に。最後に君の写真を一枚撮らせて、ちょ、やめてくださいよ！肖像権の侵害なんですけど！うわ。え？何？何？なんか映った？地区やらないでくれ。もう帰るから。もういやらしい顔して。何が映ったの？え、何が映った？気になるから、そういうの気になるから見せてよ。なんかフラフラしてあの人も帰ってったし、大丈夫かな。あ、いらっしゃいませーん。どうしてあんたみたいな小娘がここ働いてんのよ。あいつ、私が働きたいって言っても雇ってくれなかったのに。やっぱちょっと若さみたいなところもあるかもしれないですけど、そこら辺はあの事情があると思いますので。どうせあんたみたいな子にはここの銭湯は務まらないわよ。そんなに人気なのこの銭湯？もっとあと3日ね。ふん、失礼なおばばだな。あ、温度見ないと。温度、はっ、いらっしゃいませ。こちらでございます。あ、いや、なんでもない。
なんて今言ってた？見てると着替えられませんよね、すいません。話聞きますけど、どうしたんですか？タオル、拙者タオル欲しい。日本のタオル小さい。わかりました、持ってきます。うわー、かわいい女の子来たけど、みんなちょっとお待ちくださいませね。こちらです。 ありがとう。いいんですよ、かわいらしいな。いらっしゃいませ。はい、1000円いただきます。清く正しく美しくエマチーです。待てか、 YouTuber の人かな、これな。清く正しく美しくエマチー、挨拶あるんですけど。でけえ、こらこら、みんないやらしい目で見ないで。銭湯なんて久しぶり、テンション上がります。この人に乗り換えます。みんな女なら誰でもいいんけ。女の子見に行くか。あ、風呂から出たのね、よかった。ちょっとお待ちくださいませ。え、なにこれ、何したあんた。なんか違う、一体何が。わかんない、生理かもしれんからな。いただきます。早くしろよ。すいません、これはちょっと申し訳ない。大丈夫、血出てたけど大丈夫そうだった。怪我はない感じだったみたいだから。まあいいかな。ヘマチー大丈夫？みんな、角じゃない？それ角じゃない？それちょっと、キモいよみんな。ヘマチーまた来ねえかな？じゃない。パイ見たかったじゃないんだよ。最低なこと言ってんの分かってる？皆さんね。あ、いらっしゃいませ。お題いただいてないんですけれども。銭湯楽しみにしてたんだよね。やばい。お題いただいてないんですけど。ちょっと、お題いただいてないんですけど。指名手配犯？指名手配犯2みたいなやつ来たよ。いらっしゃいま、お金だけいただいちゃってるんですけど。あいつどこ行った？こいつちょっと怖いな。女役が出てきた。こいつ女に、また怒られちゃうよ。いらっしゃいませ。あんたさ、若いのになんでこんなとこ働いて、なんでさ、ちょっと失礼な人が多いんだろう。他にももっとあったっしょ。どうせ2位とかなんかだったんでしょ。うせーよー。いかにも私か弱くて働けませんって感じだもんね。で、男は？男、彼氏はいるかって聞いてんの。いませんけど。あ、そう、あんたはそんな感じする。殴っていいかこいつ。飲んだりしか来ないんだが。彼氏がいたとしてもしょうもなしそうな男だろうね。あんたにはそんなやつがお似合いよ。ミクは一体何かしたんですかね、この人たちにさ。すいません、帽子、すいません、帽子外してもらってもいいでしょうか。そう、あ、え、なにこれ。やめさせられちゃったってこと、今みこ。そうは思えなかったもん。みこなんか悪いことしたかな。エマチにまた会えるんだんじゃねえんだよ。こういうのもちゃんと見なきゃいけないのかな。エマチの血見ないと。確かに。みんなも結構のんでりなこと言ってるけどね。みこはわかりますよ、あなたの言いたいこと。これでしょ、これでしょ、タオル。ありがとう。すぐ分かっちゃうのか、ミコ。言われる前に渡しちゃった。先読みは怖いだろう。やっぱちゃんと、そういう、観察眼も大事なんだよね。はい、お待たせ、来た！エマチに来たじゃないんだよ。エマチに一体何があったのかちゃんと見よう。
見ぬ見ぬ、いやらしい目で見ぬな。えまち持ってたねこれ。えまち、どうしたの。もう私が何したって言うのよあんたで。この場合たまりに血まみれ、えまちじゃなかった。えまちが泣いてしまう。えまちの血じゃなかった。えまち持っていたのかじゃない。まあね、聞き痩せ的な感じだよね。えまちありがとうございました。えまちはいいお客さんだった。えまち疑ってごめん、生理とか言ってごめん、訴えられてもしょうがない。パッドでも大丈夫です。はっ、よし、いい感じだぞ、いい感じのお仕事ができて。うわっ、こいつだよ問題は。あのお題いただいてないんですけど、やっぱり子供のふりしとるってこと。これキッズのふりしてるんだろ、カミソリなのに。非常に怪しいんですけど。ん？どうかいたしましたか？おばさん？どこ見てんの、あのおばさん。こらー！なんでダメなのさ？おばさんのパンツ盗もうとしたのか？僕は小さいんだから子供と一緒。子供なんだから何でも許されるんだぞ。え、犯罪になる？ごめんなさい。帰れ！ガキ帰れ！本当に7歳になったのかな？いらっしゃいませ。どうぞ、先ほど失礼しました。そのジャブジャブ入ってくもんかね。え？え？すいません、そこ立ち入り禁止ですけど。え？ああ！今のこうやって怖そうに見えたあの常連さんか。ありがとうございます。新しい新しいバイトの子が。何この人、大物プロデューサーか何か。俺ケイチってんだ。ケイチくんだ。やっぱこれからよろしくな。この人ヤーさんじゃないよね。はぁ、この人買い出してダメなんだよね、みんな。ネズミあるんだけど、全然。ねえ。背中を流してくれて。なんかめちゃくちゃキリュウちゃんみたいな声なんだけど。わかりました。完全なるネズミなんですけど。ゴシゴシ。ゴシゴシ。終わったか？あ、はい、終わりました。なあ、なんでこんなところで働いてるんだ？ジョーちゃんみたいな若いもんが。銭湯の女と知り合いで。そうかい。あのおっさん、おじきかなんかか。まあいい、ここのセンターうちがバックについてるから安心だぜ。俺たちのおかげで成り立ってるようなもんだ。あっぶねえ、返そうとしちゃった。あぶねえ。銭湯のオーナー昔からいけすかないやつだが、ちゃんと俺らの指示には従ってるから、まあ少しは好きにさせてやってる。ジョーちゃんを呼ぶことも俺が許可したんだぜ。でも実際に会って気が変わった。お前こんなとこよりうちの会社に来ねえか。ジョーちゃんだったらそうだな、それなりにいい待遇してやるからよ。やばいよ、ミコ。何で働かされてしまうんだ。結構でしょ。いい度胸してんじゃねえか。お前みたいな弱い女、断れる立場じゃねえんだよ。俺はお前を無理やり会社に入れることだってできる。え？あ？え？鼻血？ミコ何かやっちゃいました？ミコの力で。スタンド攻撃、もしかしてミコについて生き量？ミコピン、お前なんかやった？もしかして、ミコのこと守ってくれた？あ、仕事間違えたね。ところで、はい、ケイチさんはちゃんと来た？来たんですけど、なんか鼻血出して帰っちゃって。ケイチさんの様子はどうだった？何か変わったこととか。いや、なんか鼻血出してたんですけど。そうかそうか、あのケイチさんでも。あのケイチさんでも。え、やっぱり呼んでよかったよ。こいつわざとやったのか。あのシャンプーハットの人の帽子回収できないのかな。ちょっと怖くない？
屋根の音、そんなの聞こえた？え？何？何これ？煙が出てる？確認しに行く。なんか誰かいるけど。だか、俺が直しておくから、お風呂でも入って帰りなさい。お風呂覗かれないよね、大丈夫だよね。よし。あと今聞こえた？あと今聞こえたよね。誰かいる？なんでゆっくり疲れるんだよ、この状況で。意味わかんねえよ。もう出よ、もう出よ、もう出よ、もう出ようよ。すみません。そちらにどなたかいますか？昨日の人、従業員。私はここの従業員で。ねえ、本当に？今の人じゃないの？あの、そっちに行ったアヒル、私の方に投げてもらえませんか？何アヒル？これか？これだ！え？やった？あの、すみません。いますけど。私はここの従業員で。ね、やばいってもん。そっちに行ったアヒル、私の方に投げてもらえませんか？さっきやったんですけど。まだある。シューバーン！おい、どんだけ出てくんねん！シューバーン！え？あそこか。たかも。ねえ、なんで投げるの？なんか、毛が生えてる。すみません。そっちに行ったアヒル、私の方に投げてもらえませんか？もう出たいんですけど、ミコ。汚れてるんですけど。やめて、怖い！みんな怖い！掴んだら沈んでくるんよ。これ下から出てくるんじゃないの？え？え？なに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 ？え、なんなの？なんなの？なんなの？すみません。そっちに行ったアヒル、私の方に投げてもらえませんか？なんかやらせんね。聞いてる？やばい、怖い。どこにいるの、人？この仕事やめよう。え、大家さんかな。
閉めちゃった。一旦閉めちゃったわ、ごめんなさい。やあやあ、昨日はよく眠れたかい？結構寝れないというか。田舎ではそういうことがたまに起こるんだよ。田舎だからっていうの全然免罪符にならないと。ほら、霊とかその類が現れるのって大抵人が少ないところじゃない？そうなの？ああ、でもどうだな、先に言ってほしいんですけど、そういうの呪いとか霊のことなら、うん、銭湯に向かう前に近くの神社に行ってみてよ。わかりました。俺も舞菜さんが安心して働けないのは心配だからさ。ねえ、ちょっとまだ働かせようとしてるよ。まだまだ。必ず行くんだよ。あ、お坊さん。あなたが王家に行っていた。もうどうにかしてください。こんな村によく来ましたね。どこかでお会いしたことがありますか？いや、ないと思います。あ、芸能人似てるとかですかね？そういうことではないのですが、何かお困りのことはありますか？大家さんが気に入らないです。もう一旦銭湯だな。なんかおかしな怪奇現象起こってるんです。八百万の神々の祝福を与えてあげましょう。ちょっとおさんくさいな、こいつ全然良くないかもしんないぞ。それとこのお守りを肌身離さず持っていてください。金取らないから、まあいいとするか。ねえ。ん？修理の人。あ、炉の修理を頼まれたんだが、さっきちょうど終わったよ。やっぱ故障してたんだ。もうこんなところ来たくない。この炉は大丈夫だから、二度と俺を呼ばないでくれ。ねえ。はい。ありがとうございます。美容にいい。あ、女性か。男性かと思ったん、一瞬。背が高くて。大丈夫？ん？ちょっとすいません、男性はダメなんです。ここ、女湯なんですけど。なんで私が？何もしてないじゃない。女性差別だわ。ちょっとそこら辺ちょっと危ないわ。よし。あ、ん？なんだこいつ。ありがとうございます。チラッピン。チラッピン？チラテケス信者。おい、信者来てるぞみんな。あなたはまだまだチラテケス教の方ではありませんでした。まだっていうかなるつもりはないんですけど。そうなんですか。チッピン家。なんなのこれ、チッピン系じゃねえんだけど。チラテケスと一体になるために必要なものが、おいおい売ってくんなよ。チラテケスの魂を宿ったこれ、信者でないと基本的には持つことが許されないのですが、今日は特別100万でお譲りしましょう。そんなお金はありません。なんてことでしょう。後から泣きついてもチラテケスはあなたを迎え入れることはないでしょう。せいぜい後悔することです。チラッピンうるせえんなよ。これってダメだよね、みんな。ん？どうしました？チラッピン。チラテケス壊れたではありませんか。きっと怒ってらっしゃるのです。あなたのせいですよ。きっと逆鱗に触れたのです。あなたはもうおしまいですね。仕方のないことです。チラテケスのお怒りを買ったのです。あなたには想像を絶する死が訪れるでしょ。え？そんな持ちから人だからやろ、お前。はい、知らんですかね。当方、占いに精通しておりまして。え？手相が見れるんですよ。見てあげますか？手を貸してください。ちょっと、なんか変な客しか来ないなぁ。でもちょっと手相は気になるからいいですけど。お肌すべすべの手ですな。おなごの手は久しぶりです。キモいんだけど！キモいんだけど！この村と深いつながりがあるようです。本当に見てる手相。巫女のことしか見てなくない？地元か何かですかな。最近初めて来たんですけど。そんなはずは。あ、それとこの線、過去にここで何かとてつも嫌な経験。まあ前作というならそうかもしれないけど、次にこの線、恨みと思い、愛情の思いが強いですね。これはよう、もう話してください。ではまた。え、今行きます。こいつ、金だけ置いてくな。あれ見てる。スパチャ、千円スパチャニキ。もしかしてあなたポスターの。ああ、あのポスター見たのか。え？俺は何もしてないんだ。う
この人無実の人？信じてくれ。この村に俺のことをよく思わない奴がいるみたいで。ほう。誰かがあんな変なポスターを。とにかく俺は人として悪いことは何もしていないし、誤解なんだ。妹のこと何か分かったら教えてくれ。妹探してんのか。先に言ってくれればこんな怪しい行動。いらっしゃいませー。はい、こんなところにいたのね。探したのよ。本当あなたは変わらないわよね。え、なんかミコのこと勘違いする人結構いるな。何してるんだろう。牛乳がない。すみません、ちょっとお待ちください。男性の方にあるかな。ん？あ、いらっしゃいませー。牛乳なかった。ガキが何してんの。バイト？社会にも出たことなさそうなお嬢様がこんなことできるの？せいぜい苦労しろよ。嫌な親父ばっかり。牛乳なんて、あ、ね、怖えー。いらっしゃいませー。カミソリ、はい。演出するやん。悲しみ、苦しみ、怒り、この線と深い思い、女。声だけど、みんな。あ、どうしました？大丈夫ですか？死にたくなったんだ。もう死ぬしかない。お帰りください。ふらふらで帰ってきた。おじさん、なんか寂しくなったら来な。またお風呂な。牛乳、ね、牛乳ひたすら探してる女ずっといいんだけど。子供、怖い。机の下にあるの、これ。生まれてんだけど。生まれてるんですけど。あいつのせいで、なんでこんな目に。危ない。彼女の目引っ張られ。え、勝手に産まされたってこと。何はともあれ、おめでとうございます。お疲れ様。今日は鏡の掃除をお願い。いやだ、消えてる。もうやだよ、こんな仕事やめたいよ。怖え。あそこ一番怖い。田舎のだからね、じゃないんだよ。絶対なんかあるって。ようやく終わった。シャワー浴び、やだ。シャワー浴びたくねえの、嫌なんですけど。もうやだ。ねえ、近いよ。チャラー、へっちゃらー。サウナに入ろうかな、バカじゃん。なんで、風呂怖いからサウナに入ろうってなるんだよ。もう帰ろうよ、いいから、一足でも早く。何これ？何これ？何これ？え、待って、全然わかんねえ。なんだ今の。え？何これ？マジ意味わからん。なんでよ。みんなわかる。え、なにこれ、仕組みわかる？みんなこれ。ほぉ？んー？でも積んだかも、みんな。来たか、これ。はぁ、やっと来た。何時間ここでやったんだよ。
もう何でも来いよ。もう一生サウナ入りたくねえ。何だったんだ。マジで。もう帰ろう。あれ？もう一回入ろうって言った？やだよー、もう。幽霊出てくんなら早く出てこい。あんま文句言いたくないんですけど、これ終わってなって。ああ、死ぬ。本当に死ぬ。ストレスで。ああ、終わった。もう帰らせてくれ。本当に頼むから。お願いだよ。もう殺されてもいいよ。もう来い。早く出てこい。出てきたいの。幽霊も待ってたんだろうが。地獄なんだが。地獄の銭湯なんだが。もう帰っていいよ。ねえ、なんで？もういいって！幽霊出てくるまで待とうよ！そんな何度も繰り返すほど簡単なゲームじゃねえってこれ！ああ、もうありがとう。むしろありがとうな。もう気持ち悪い！え？牛乳はわしのスーパーにある。アンさん取りに行く。え？いいて、いいて。次はなんだ、来いよ。おい、もうこっちとのサウナでイライラしとんねん。おめえ、全然幽霊よりミニゲームの方が恐ろしいけどね。ミコ、何事もないように祈りたい。もうこれ以上。死んじゃったんじゃないかと思って。今ポルターガイストのレベル超えてたぞ。今じゃないんだよ。え、どういうこと？いや、バイトがいなくなると困るからね。倒れる寸前の出来事見てましたよね。ん？いや、俺が来た時には何も。おーや、お前、ごめんごめん。絶対にやめるからね。接客業はいろいろと大変だよね。接客業のレベル超えてんだわ、範疇が。サウナとかね。そう、サウナとかね。やめたい。やめたい。やだー。カヌイさん、助けてよー。今から銭湯の地下に来てください。ボイラー室に地下への扉があるので、くれぐれも大家に見つからないように。地下。あなあ、妹のことなんかわかったか？知らねえよ。妹のこと死んでるよ、確実に。それだけは言える。なあ、お前名前なんて言うんだ？え、なんだこれ、なにこの赤いやつ。マイナです。マイナ、いい名前だな。じゃあな。
こんな早く。ああ、どうすんのこれ。なんだこんな早く。こうだ。え、どこに隠れんのこれ。あ、女湯から行ける。女湯は閉じられてんだもん。だってほら見つからないように。あ、ダメじゃん。戻ったら追いかけるみたいな感じにすればいいかな。何してんのあれ。パクってる。今のうちだ、今のうちだ、行け。こっちとな、バグを味方につけてやる。どこだった？誰かに使われてたのか。動いた私のお腹の中でこんな状況でも生きてる。何があっても死なせないから。守るから、絶対に。私の愛しい大好きな赤ちゃん。私も頑張るから頑張って。ごめんね、あいつの好きにはさせないから。あのさ、黒髪のさ、赤ちゃん産んだ人、あれって。やばい、なんか来てる。神主さんか。大家が一人の女性に見入れ、うん、あろうことかこの地下室に監禁してしまいました。うん、その時彼女は妊娠していたのですが、大家はそのことを知りませんでした。うん、やがて彼女はここで誰にも知られることなく双子を産み、出産による出血多量で亡くなっていました。うん、そんな話だったっけ。もう結構いろいろ変わってない。24歳、あなたと同じ年齢でした。え、それを知った大家は恐怖で震え上がり、私に連絡してきました。うん、私はその双子にトールとエレナと名付け、トール施設に預けました。ここで出産して亡くなった女性の名前は陽子です。その陽子の子が今帰ってきた。うん、え、トールって、あ、だが妹を探してるって言ったやつか。もしかして、こんなに大きくなってエレナ、それがあなたの本当の名前です。もっと早く言うべきでした。ヨーコ、あなたの母は産めとなり大家につくようになりました。産め、あー、そういうことね。たたりを止めるには、そりゃそうだ、あいつにつくだろうよ。産めが死んだ年と同じ年に焼き殺す必要があります。そうなの。親の狙いはそれです。私はたたりを止めるためにあなたの兄であるトールを呼びました。トールはこのことに納得してくれています。はい、だからあなたは犠牲になることはないのです。トールが代わりに死ぬってこと。なのに逃げなさい、大家に捕まる前に。犠牲になるのか。あいついいやつそうだったのに、しかも指名手配されて怖い。嫌な予感する、嫌な予感する。なんかすげえ映像なんだけど、大丈夫そう。うわあ、始まってるこれ。はい、し、はい、次お願いいたします。はい、次お願いします。し、はい、死にません、猫は死にません。はい、こちら、こちらお願いいたします。はい、こちら、こちら、絶対こちら、あそこか。
はい、すごい大変です、これ。もう何もできません。すんげえ大変です。出てくるのやめてください。なんか出ようとしてます。やめてください。水止ませていただいて。はい。出てくるのやめてください。死が出てくるのやめてください。何も出てこないでください。終わった。はい、仮面、はい。今まで習ったこと、今まで習ったことをしっかりと、汚れは絶対残すなという強い意志。しっかりと、見せつけていく魂さばき。はい、こちらですね。うん、早くの大さん、早くの大さん、この汚れ汚れ、汚れ汚れ。やっぱね、この、リセッシュが一番効くんよ、悪霊には。結局、完璧だね。絶対に耐えてみせる、桜見子。はいはいはい。終わり。しょーおい、バカが。一体何？くそ。なるほどね。はい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 。はい、アクロ天さん。はい、アクロ天さんです。綺麗な生活から、人々は浄化されるわけですから。汚れやから、汚れは、イコール。カビを残したら幽霊残してるのと一緒だから。はいはい、こちらですね。はーい。温度を変える。ちょっと温度を変えるって何こう。え？習ってないんですけど。習ってないんですけど。え？うわー！なんだ！うわー！誰か守ってくれた、もしかして。怖いんだけど。うわあ！やだー！誰？誰？誰？今も王や？みんな今までありがとう。ミコは犠牲になるけど、ミコの仕事っぷりは忘れないでね。やばい。こいつよー。ふざけんじゃねえぞ。焼却エンドだ。半分以上仕事してた気がする。これは普通の通常バッグエンドかな。え？なにこれ？で、うわっ！ 2 回目、びっくりしちゃった。まあいいじゃな。飛ばしちゃった。あ、今のがダメなの？あそこかなか。赤の選択肢やるのか。え、これさ、これさ、2周目からかな、この演出。なこいつ。妹のこと。こだ。お前がエレナか。エレナです。よかった。お前が住んでいるアパートの102号室は神主の家なんだが、だから。そうなんだ。102号室に来てくれ。あれこれは102号室エンド。やり合ったんだけど、ミコン。え？
助けてくれるって言ったよね。お？あ、もう燃やしてる。お、お姉ちゃん。おや、おや燃えてる。そうや、こいつが元凶だからね。お兄ちゃん。さっきは出れなくてごめんな。なんで出れなかったの？頼ってくれて嬉しいよ。俺に双子の妹がいるって知った時は驚いたけど、案外兄弟がいるっていいもんだな。まだ実感はないけど。お兄ちゃん。半月前くらいに神主から連絡があったんだ。陽子のこと、過去のこと、そして妹のこと、全部教えてもらったよ。呪いの解き方を知って、これが俺のやるべきこと、俺の使命だと思ったんだ。だから俺はここにいる、うん、まさか妹に会えるとは思ってもなかったけどな。巻き込んじまってごめん。最後に会えてよかったよ。死ぬ気だ。そうだ、これ渡しとくよ。何これ。じゃあそろそろ行かないと。何の鍵これ。 お兄ちゃん。まだまだ死にに行くことないや。お兄ちゃん。死んだんだよな。呪いはよう燃えてますけど。え？何？怖い。え？あっ、なんか今動いてたよね。あれ、トーヌが呪いになっちまったってこと？ということでね、わしはここで終わろうかな。ちょっとトゥルーはね、ぜひ自分で見てみてください。ぜひサウナやってみてほしいなと。マジであれをスムーズにできる人のやつを見てみて。ミコには無理だった。